木本愛です。坂井美久です。渡部美咲です。今日はこの5人で盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。それではお聞きください。ジパングアシラスプラッシュトークをします。情けを愛にやって声援をよろしくお願い申し上げます。No!
教えるにゃんって曲を披露したんですけど、たくさんお宝出てきたじゃん。注目するお宝あります？私はですね、歌詞の中にあります古典相撲という漫画が書いてたと思うんですけども、この古典相撲はですね、ちょっと説明しますと、島根語ります。あの島根県では古典相撲で有名な町がありまして、それが沖ノ島町という町なんですけど、この沖ノ島町ではですね、元関脇の沖ノ海関が出身地でもあります。この古典相撲ではですね、約1200年の歴史があるということで、私にとってもすごい興味のある伝統相撲だなと思います。はい、じゃあ愛ちゃんは。私はですね、あの島根っ子の大好物って言ってた、はい、ちち味、はい、気になります。そう、この中にもね、あるんですよ、ブース。多分ね、皆さんから見て、はい、左前にね、はい、あの海の幸コーナーかな、はい、にあのトンチッチって書いてあって、ちょっとぜひぜひ皆さんお家で食べれますので見てみてください。はい、じゃあ次の曲いきます。はい、じゃあ次の曲呼びましょうか。はい、ちょっとね、私たちじゃないんですよ。私ではないです。じゃあ呼びますか。呼びますか。いいですか。はい、ゆらこーやらはい、じゃあお任せしていいですか、曲紹介。はい、お願いします。お願いします。朝ドラのブギウギの主題歌、ハッピーブギを歌います。はい、今回はなんと、はい、バックダンサーで、バックダンサーでスプラッシュがやらせていただきます。お願いします。はい、お願いします。それでは、それでは行きます。ミュージックスタート。No,
の振りをしながらなんか私が説明しちゃったと思うんですけれども、皆さんよろしければ一緒に踊ってみませんかということで、さあ踊りましょう皆さん。はい、踊りましょう。ちょっと私たちが一回あの説明しながらやりますので、ちょっと一回で、あ、こう言ってね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 って言って覚えてほしいです。じゃあひろこさん歌えますか。はい、ではいきます。一斉で、あなたと過ごせる時間と神様にありがとう。まず波を作ります。1、2、あ、皆さん上手。4回やったら左手を前にパーで、体をこっちに、左に名称を指します。1、2、2、浜田、待って、4回、1、2、3、4、おちぎり、上見る。これをね、私たち島根に何て言うんですか、魅力を発信したんですけれども、これを踊れた人は私たちと一緒に島根県に行きましょうっていうどういう話なんだって話なんですけど、ちょっと皆さんがね、忘れないうちにもう一回行って本番行きたいと思います。皆さんとまず波を作るところから行きます。じゃ皆さん、はい、準備をお願いします。行きますかね。お願いします。行きます。神様にありがとう。波から、1、2、うわすごい上手。これを前に出します。前にで、体を左に、右に、名称を指します。いつも今に浜田、待って、4回、1、2、3、4、おじぎ、おじぎ、上見て、バン。すごい、ここから見た皆さんの手が本当に揃ってました。皆さんご協力ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではですね、せっかく島根ふるさとフェアということで、みくちゃんが島根県出身なんですよね。だからせっかくなので、みくちゃんと島根トークをしたいと思います。はい、では、島根県のおすすめのスポットってあります？島根県のおすすめスポットは、アクアスが一番おすすめです。そうだよね、子供から大人まで楽しめますよね。私ちっちゃい頃に一回だけ行ったことがあって、ちょっと記憶曖昧なんですけど、なんか人気な生き物とかいますか？さっきもね、ここにおられたペンギンとかも可愛いんですけど、アクアスはシロイルカパフォーマンスがすごい有名で、バブルリングがあるんですけど、それを見たら幸せになれるのっていう。そうなんだ。どうなんだろう、私ちっちゃい頃見たのかな。でも私今幸せだから、きっと見たということで、ぜひぜひ皆さん、そういう話がありますので、アクアス行ってみてください。他になんかおすすめなもの、スポットでもいいけど、なんかあります？他は石見神楽とか。おお、そうだよね、迫力満点ですよね。なるほど。私たちのステージの後にも神楽を舞ったりするところがありますので、皆さんぜひぜひそのまま見たりしてみてください。それでは次の曲に行きたいんですけれども、次はなんとルイカと可愛い島根っ子が一緒にダンスをしてくれます。イエーイじゃあ呼んじゃいます。あ、もう早速見えてるよ、ルイカ島根っ子。はい、かわいい。はい、それではルイカとミクちゃんと島根っ子の3人でビハッタ。島根っ子、ここ猫、島根っ子、島根、島根、島根っ子、島根っ子、ね、
島根が大好き大好き大好きな美肌で恋とかしちゃって、曇り空でもお肌に遊ぶ、あっちもこっちもこっちも美味しいものいっぱいにゃ、満腹幸せにゃ、しっとりすべすべつやつやもちもち美肌とかっていうポイントダンスもあるので、ぜひぜひまたね動画見て振り返ってみてください、うん、それでは次の曲はなんとなんと最後の曲になります。あらー、ここでちょっと一つレクチャーをしてますね。最後の曲になりますって言ったらえーって言ってもらいました。なんとアルカイズスピールは基本的にこうしてる気がするので、最後の曲になりますって言ったらお協力お願いします。ちっちゃくてもいいので、はい、いきますよ。最後の曲になります。すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。最後の曲も島根子と一緒に披露したいと思います。それでは聴いてください、島根子の歌。島根島根島根
ぜひぜひ注目して今日一日中楽しんで帰ってください、はい、以上島根っ子とアクターズスクール広島でした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。楽しんでってください。バイバーイ。